本日はありがとうございます。魅力案内人の柳瀬と申します。よろしくお願いします。貴船の魅力をまず申し上げますと、京都市内よりも真夏であれば7度から8度ぐらいは涼しくなっております。広屋の歴史と申しますと、宮内庁の方から仮に見える人を道案内としてやっておりまして、そこの皆様のお休憩場所として使っていただいたのが始まりとなっております。この川床はもう何といってもやっぱり涼しいっていうのが一番の売りですので、全国からたくさんの人がお見えになってこの涼を楽しんでいただいております。川床で召し上がっていただくお料理は川床料理と通称私とこ呼んでるんですけれども、何といっても見て美しい、召し上がってもらって美味しい。特にね、鮎の塩焼き、お客様にも好評ですので皆さんにも十分味わっていただけると思います。量的にはたくさん出ますので、一つ一つを目で楽しんで召し上がっていただければ嬉しいかと思います。こちらが、お食事を召し上がっていただくお部屋になります。川床が雨であったり、お部屋がいいっておっしゃるお客様はこちらになりまして、川のせせらぎを聞きながら、緑を見ながら、十分貴船の雰囲気は味わっていただけるかなと思います。秋になりましたら全てが紅葉しますので、お部屋の中まで明るくなって、また夏とは違う景色になります。貴船の中でも歴史あるこの広屋へお越しいただきまして、川床の風情を十分に味わっていただきたいと思います。今年は特に全席椅子席っていう方にご用意しておりますので、ぜひお待ちしております。